27号では館内にバッテリーを取り付け、さらに内角壁を取り付けます。今回付属するパーツです。最初にバッテリーを取り付けます。ランナーからパーツを切り離し、裏面の突起に接着剤をつけて、下段に6個、上段に4個取り付けます。壁の裏側にも下段に2個、上段に1個取り付けてください。次に館内床に壁パーツ020304を取り付けます。パーツ03の壁は床と直角になるように取り付けます。その壁に組み合うように04の壁を接合します。上の切り欠き部分にも接着剤をつけて隙間なく取り付けます。パーツ02の壁も上の部分にも接着剤をつけて、くぼみ部分に合うように取り付けます。次にパーツ05と06の仕切り用の壁を取り付けます。パーツ07は壁と隙間が空かないように接着してください。最後に内角壁を組み立てます。内角の内側に接着剤をつけ、そこに館内の壁をぴったり合わせ、ネジ3本で固定します。これで27号の作業は終了です。なお19号で取り付けた補助発電機の向きが間違っていたら修正してください。